皆さんこんにちは。今回の動画では千羽鶴をつなぎ終わった後、ちょっと鶴が余っちゃったよとか、それから千羽鶴を折りたいけどあんなに折れないよ、ちょっとの鶴で鶴折ったよっていう気持ちを相手に伝えられないかなみたいな、そんな少ない鶴で相手に何かの思いを伝えるアイディアをお伝えしたいなと思って動画にしました。最後までお付き合いください。アイディアその1、見本にする。千羽鶴や文字鶴を作るときに大勢の人数で手分けして鶴を折ってこようなんていうことがよくあると思うんです。で、そんなときにこの鶴を折ってきての折り紙の中にお手本を入れておくとね、途中で、あ、そうだった、この特別な折り方するんだったよねとか思い出してくれるかもしれないし、またちゃんと折ってくれた方にとっては大丈夫、ちゃんとこんな風に折れてるっていう安心材料にもなると思うんです。なので一緒に入れておいてあげると親切かなって思います。で、この時のポイントは配布した折り紙と違う色の折り紙を入れておくこと。せっかく折ってくれたのとごちゃ混ぜになっちゃうのを防ぐために、違う色を入れることをお勧めします。また、こうやって今時ジップロックみたいなのに入れて配布することあると思うんですけども、このジップロックの枠いっぱいの段ボールか厚紙みたいなのを一緒に入れておくと、持ち運びの際にこの鶴を折る前も折った後も余計な折り目がつかずに済むので、そういった工夫をすることをお勧めします。アイディアその2、瓶に入れる。これは100円ショップで買ってきた瓶なんですけど、だいたい高さが鶴1個分ぐらいでちょうどいい高さでしたので、ちょっとこれを選んでみました。1個ずつ丁寧に入れて、ちょうど残りの、この前の残りのつるがきれいに収まりました。これは以前に私が作ったものですが、これはね、普通のジャム瓶で作ったやつなんです。1列に1列に4つ重ねて、4羽のつるを重ねて、で、出てきた、4羽のつるを重ねたらちょうどいい高さでしたので、これが14羽入っています。はい、最後にリボンをかけて出来上がりです。これだとだいたい15羽ぐらいでできます。この大きさだと、で、この大きさだとだいたい56羽ぐらいで完成すると思います。瓶の大きさや折り紙の大きさによっても多少の違いはあると思いますけども、これ揚げても千羽鶴みたいにほこりかぶらないで、かぶっても拭いたり洗ったりすることができるっていうのが一番の利点だと思ってます。先日介護施設に入っている親戚に持っていた時には千羽鶴の持ち込みがやはりできなくて、その瓶の小さい方に詰めたものを持っていたんですけども、とても喜ばれました。アイディアその3、
メッセージに添える。メッセージカードなんかでもいいと思うんだけども、私はお守りと一緒に、千羽鶴を渡すことがあるので、そういう時にはお守りの入ってる袋にこういったシールに貼ってメッセージも書いて渡すっていうことをしています。この時には鶴の首を折っておくと相手にも千羽鶴の鶴なんだなっていうことを分かってもらえます。先ほどご紹介したシールがこちら、文房具屋さんで売っています。サイズとかは説明欄に載せたいと思います。もっとね、なんかいい方法ないかなって考えたんです。こういうのでアクセサリーとか作れないかなって。でもアクセサリーとか作るんだったら、イヤリングとかね作るんだったら、これよりももう本物の鶴でね作った方が絶対可愛いと思うんです。だから無理にこれじゃなくてもいいんじゃないかなっていうのが、私の考えです。私が経験した、余った鶴の活用方法っていうのは以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。このチャンネルを気に入っていただけた方は、プリンとお散歩のチャンネル登録をお願いします。まず、チャンネル登録というところをタップ。登録済みとなれば大成功。次に、横のベルをタップ。すべてをタップ。新しい動画が出ると、すぐにチェックすることができます。気に入っていただけた動画には、いいねのグッドマークをタップ。高評価をお願いします。